年9月26日は中国神代の学者。字は南字玉、または陣、人。号は、帝、羽三民。後に名を改め、氏外も言う。妻は、断尾帝、南吉久も。以下のような略歴を持つ。清朝第三代の天使、高僧の建立57年7月5日、石膏省、仁名県、すなわち、 公衆場内登場の馬八股に生まれた。祖父の慶美は、拳流24年の紳士、霊部の会を歴任して同大に至った官僚であり、父の霊星も将来ほとんど同じコースをたどる。その上、母の団順は、身長音陰学に、巨大な足跡を記した団玉祭の娘であるから、詩人の体内には、すでに濃厚なインテリの血が脈打っていた。5歳の頃、 真摯に合格した父と共に、初めて首都北京に移り住む。その頃、早くも、詩人のある異常さが人々を驚かす。冬の夕暮れ、路地にむせびなく、雨売りのチャルメラは、彼をば、たちまち放心状態に陥らせた。それだけではない。やがて8歳になった詩人は、すでに異性に関心を持つ、早熟時に成長しており、試作も始まっていたようである。 詩人の文学との接触は、母のベッドの傍らで口移しに教わった、クレウメ村の死に始まるというから、その時期は意外に早かったかもしれない。だが、インテリ家庭の常として、詩人も将来の官僚を目指し、まず下挙受験の準備を始める。そして、この優れた文字学者の外孫には、本格的な経学のコースが選ばれる。12歳。 ダンタマさんより親しくも字学の手ほどきを受けた詩人は、完成や、目録学など、基礎的な知識を着実に蓄積して、19歳の時、順天不興味の複合に合格する。やがてその資格によって、国家自身が古典の皇帝出版を行う竹秀殿に就職する。これが、感慨入りの第一歩であった。時に21歳。それが、 いつまで続いたか不明であるが、間もなく、蘇州において、同年の十枚断備亭と結婚する。だが、彼の新妻は、翌年の7月、単身上京した彼の留守中に病死する。同じ年の秋、順天興見に失敗した詩人は、妻の埋葬に帰郷したままコーナンに留まり、2年を経て、南吉雲と再婚する。家居の方は、なかなか順調に運ばぬが、 創作活動はかなり活発化していたらしい。今は散逸した最初の変年詩集は15歳を上限とするし、詩の制作も19歳に始まるという。また、三文方面では13歳の作品がすでに家庭教師を驚かせた。このように創作の面にきらめき始めた詩人の遺彩は、外祖,祖父ダンタマサイをこよなく喜ばせた。 高難に過ごす詩人は27歳、石膏座見に4位の成績で合格、巨人の資格を得る。時の院長は、大院のダン太マサイの門弟年ンの子で、不死ともに著名な訓古学者である。里見に優秀な成績を収めた詩人も、翌春の最終関門、会始には失敗し、そのまま単身北京に留まることになる。あたかも失意の最中にある。 この年、詩人は、供養学者、劉愛六に会い、それが彼の学問に、重大な転機をもたらした。明けて29歳、巨人の資格により、内閣中書に就任、実際は、国士観光大官として、資料編纂に従事する。折しも、大臣一党史の重集が続行中であり、詩人は新たに地理学の領域にも分け入る。しかし、 開始の失敗に始まる詩人の風雲は、早年期に入って、後を絶たず、再度の開始失敗、火災による蔵書の消失、母の成去三度目の開始失敗と、次々に襲いかかる。ただ、詩の政策は、服務や開始による空白があったにもかかわらず、この間帰って活況を呈するかに見える。元孫の変年詩は28歳を上限とするが、 276編の88%が、この時期に属する。なお、学術方面の研究では、仏教や金石学ぶに関するものも加わった。38歳、待望の開始に急大して、ようやく真摯の資格を獲得したが、不思議にも詩人は知る県の人形を辞退して現職に、復帰する。その後の生活は、少なくとも、表面平穏に見える。 胸と不主事を経て、霊部に転じ祠祭りと視客士の主事を歴任する。しかし、同行19年、己の都市、詩人は突如として20年に余る、管理生活に終止符を打って帰郷する。時に48歳。かくて4月23日、家族を残したまま詩人は2台の車に著述と、分譲して、久しく住み慣れた首都を出発し、 運河沿いに南下して、7月9日に、甲州の父のもとに帰着する。それから、しばらく西洋の後、家族を迎えるために、9月15日再び北港の旅に着く。途中迂回して、山東省局府の甲子病に参拝し、さらに旅を続ける。しかし、詩人はなぜか入京を拒んで、はじめは、任休県に泊まり、中北を迎えにやる。 息子から二度の妖精がもたらされ、やむなくオス県から片安県に進むが、それ以上はもはやガンとして動かなかった。かくて家族と南化した詩人は、今山に新築した羽山荘に落ち着き、以後はもっぱら、江南の地を往来して、自適の生活に入る。それより二年、同二十一年には、太陽の雲幼所院に教えることになったが、まだ間もない八月十二日、 関石で、突如として、よさる。時に、詩人は50歳。今日時賃の著書で、最も影響力があったのは、春秋欠時、広官と、五協大義詩従論、答え門九章であり、友人であった、義元の著書と共に、文章の妙で、信頼末期の学会を風靡した。文体の表説を何じられることもあったが、その学派の流行は後に、行為を排出した。 西北の地理に関心を抱き、再起業将棋、猛虎寿司は、議元の、開国寿司と並び称された。また、定文集に見える、農臭論は、農本主義に基づく、社会政策を強調したもので、教授賃の政治傾向を伺うことができる。晩年は、法省省に脂衆して、上騎士と称し、流造交渉、三広市将文記を表し仏教に傾倒した。 教授陳や義言は、仏説を採用して、供養学部の方向を定め、後に、供養学派は、当然と、仏弟子を称し、行為は孔子を、イエスキリストと、同一視するまでになった。その他の著書として、次のものがある。詩集の日本語訳中に、中国詩人選集、第二週十四教授陳がある。ありがとうございます。